ベルベージュの野原です。本日もオンラインストアにアップされる商品をご紹介いたします。ご購入はオンラインストアのみとなっております。ご了承ください。お問い合わせの方はベルベージュウェブストアの方によろしくお願いします。これから紹介する商品は、11月の25日の夜21時にアップされる商品になります。詳しくは下の概要欄ですね、そちらの方に貼っておりますのでチェックしてみてください。まず T シャツからいきます。こちらが、ミリタリーの無地 T ですね。こちらにスタンプの方を押されていて、で76年会計もなってますね。サイズ表記がミディアム表記になってます。で状態からしてデッドストックの状態ですね。その水が通って、ね、着丈はちょっと長い作りになってます。デッドストックなんですが、ちょっとこちらシミの方1点ありますね。まあでも漂白ですぐ落ちるかなっていう感じの汚れですね。まあ裏面はかなり綺麗な状態ですね。サイズ表記 M なので、まあ、デッドストックという状態で現状だと僕も着れそうですが、ちょっと水通して洗濯するとちょっとピタッとするかなと思います。こちらの方でお値段が6800円に消費税になってます。続いてサーマルの2枚セットいきます。こちらが半袖、どちらも半袖ですね。でブランドちょっと違うんですが、1枚目は BVD の M 表記、もう1枚はこちらダービーの L 表記になってます。どちらも綿100のものになってますね。状態としてはどちらもかなり綺麗な状態だと思います。袖あんまりそのかさばらないっていう意味ではかなり使い勝手いいので、ぜひ持っててもいいかなと思います。どちらもサイズとしては、まあ、こちら DVD の方はちょっとピタッとしますね。 M 表記なん でこちらダービーの L 表記の方はこちら L ですけど着丈はちょっと短いですね。こちらもまあインナーとしていいサイズかなと思います。こちらが2枚セットで、7600円に消費税になってます。続いてスウェットいきます。こちらタグがこちらのタグついてますね。サイズ表記 L 表記になってます。ネイビーボディでなんかアンカーマークがいくつかプリントされてるってものですね。でリバースタイプになってますね。サイドのハギがついていてっていう状態です。こちらも程度はいいですね。サイズ表記 L なんで僕がちょうどよく着れるぐらいのサイズ感になってます。こちらの方でお値段が6800円に消費税になってます。続いてもう一枚レギュラーのスウェットですね。タグがこちらのタグがついていて、サイズ表記 L 表 XL 表記になってますね。ネイビーボディで、まあ、US ネイビーのプリントですね。ちょっといい感じにひび割れてるプリントで雰囲気ありますね。ちょっとですね、こちらの方にペンキの飛びが少しあるんですが、まあ、なんか雰囲気として見ていただければいいかなとは思います。裏面はかなり綺麗な状態ですね。 XL 表記なんで僕がちょっと余裕持って着れるぐらいのサイズ感になってます。いいサイズ感ですね。こちらの方でお値段が6800円に消費になってます。続いてこちらチャンピオンの青タグ、XL 表記ですね。モスグリーンで、まあ、胸にスクリプト入ってますね。刺繍が、まあ、こちらも、まあ、洗いがかかってる状態ではありますが、まあ、ダメージ、ひどいダメージはないんですが、ちょっと背中の方ですね、こちらちょっとなんか、まあ、汚れ少しありますね。まあ裏面じゃないです、すいませんその背中の方なんでそこまで目立つものではないかなと思います。で XL 表記ですが、ちょっと乾燥機入ってるんですかね、少し着丈が縮んでる感じになってますね。まだ岩っぽい感じで着れるかなとは。こちらでお値段が6800円に消費になってます。続いてパタゴニアのシェルドシンチラですね。タグがこちらのタグがついていて、サイズ表記 M 表記になってます。これちょっと触ると分かるんですけど、この中のフリースがめちゃめちゃもう程度良くて、ボディもすごい張りがあって、多分ワンウォッシュぐらいの程度だと思います。かなり綺麗な状態ですね。それもあってダメージと汚れ もうほぼない状態になってます。めちゃめちゃいいですね。これ M 表記で僕がピタッとなるかっていうぐらいのサイズ感ですね。これいいですね。本当おすすめです。こちらでお値段9800円に消費税になってます。続いてもう一枚シェルドシンチラですね。タグがこちらのタグついて、最初はこの下についていたんだと思うんですが、ちょっと取れちゃってます、すいません。この発色がいいピンク、
なかなか珍しいと思います、こちらもさっきのには一応劣りますが、まあ程度はいい方です。サイズ表記でいうとこちらも M 表記かなと思います。僕が若干ピタッとするぐらいのサイズ感ですね。こちらの方でお値段が9800円に消費税になってます。続いてこちらもまたパタゴニアですね。タグがこちらについていて、サイズ表記がこちらも M 表記になってます。まあ、なんか珍しいですねこの作りで。ネイビーのフリース、フリースの状態も決して悪くないですね。で M 表記でこれはちょっと作り大きそうですね。少し僕でもまあ普通に着れるぐらいのサイズ感になっていると思います。こちらの方でお値段が9800円に消費になってます。続いてもう一枚パタゴニアですね。今日パタゴニア多いですね。タグがこちらのタグがついていて、サイズ表記 M 表記になってます。黒のフリースでフルジップに襟付きですね。これこそ珍しいんじゃないかなと思います。作りがフリースの状態も決して悪くないですね。なんか黒ボディっていうのはいいですね。かなり使えると思います。僕もやっぱ好きなんで、M 表記でサイズ感としては僕も普通に着れるぐらいのサイズ感です。全然着れそうですね。これ珍しいですね。こちらのお値段が9800円に消費税になってます。続いてセーターいきますね。こちらタグがこちらのタグがついてますね。まあいわゆるレタードのカーディガンですね。で緑の配色になってて、こちらワッペンもついてますね。でまあ袖にラインが入ってるタイプになってます。で程度としてこの背中の方にちょっと小穴があるんですよ。まあ、これだけちょっとつまんでいただければとは思います。まあ、サイズ表記でいうと36から38ぐらいの感じかなと思います。まあ、年代も含めその作り自体がちょっと細めの作りにはなっているので、僕もちょっとピタッとなるかなと思います。こちらの方でお値段が12800円に消費になってます。もう一枚セーターいきます。こちらのタグがこちらになってますね。アメリカ製のタグついてます。まあ、アーガイルの柄で配色もいい配色ですね。なんか大人っぽい感じで、なんか落ち着いた感じで合わせていただければと思いますね。サイズ表記はすみませんなかったんですけど、まあ、M 表記ぐらいかなと思います。ちょっと僕だとぴったりして少し小さく感じるぐらいのサイズ感ですね。なんかコートとかの下になんかジャストサイズで着てもかなりいいと思いますね。こちらでお値段が6800円に消費税になってます。続いてナイロンジャケットですね。こちらアディダスのナイロンジャケット、タグがこちらのタグついていて、サイズ表記 L 表記になってますね。まあ、ネイビーとグリーンの切り返しになってて、あと白もですね。いい配色だと思います。使いやすそうですね。程度もいいですね。こちらまあアディダスのトレフォイルも入ってたり、まあ、背中にも入ってますし、まあ、あと胸元にトレフォイルですね。その袖の入り口のこのゴムも生きている状態なので、それも含め程度はいい方かなと思います。 L 表記で僕がちょうど着れるぐらいのサイズ感だと思いますね。まあ、着れる人多いぐらいのサイズ感だと思います。こちらでお値段が6800円に消費になってますね。続いてこれがナイロンのものなんですが、こちらブランドがラッセルの L 表記になってますね。70年代のラッセルタグですね。でハーフジップで、で胸元にウィングフットあります。これこそうちの牧田が言ってる日々割れすぎちゃってるプリントになるんじゃないですかね。で紫のボディで、まあ、パーカータイプですね。で背中にもこちらも割れすぎちゃってますね。まあ、雰囲気あっていいと思います。で、まあ、リブとかのところに、まあ、その紫黄色で、まあ、いい配色だと思いますね。まあ、レイカーズカラーですよね。サイズ表記 L で僕がまあ、ちょっとプローバーのもあって少しぴったりしますかね。こちらの方でお値段が7800円に消費されてます。続いてキルティングジャケットですね。タグがこちらのタグがついてます。でサイズ表記が M 表記になってますね。まあ、ブラウンのキルティング、こちらもかなり使いやすいと思います。で程度としてはキルティングジャケットってやっぱそのステッチの抜けが結構見られるんですが、これに関してはそういうのもなく程度いい方だと思います。ジッパー、こちらのジッパーついてますね。サイズ表記 M ですが、まあ、ちょっと幅が細いですかね。僕もぴったりするぐらいのサイズ感だと思います。
こちらの方でお値段7800円に消費税になってます。続いてラルフローレンの、コットンのフルジップのパーカータイプですね。そのタグがこちらのタグで、サイズ表記が S 表記になってます。ネイビーボディで、そのこういうタイプヴィンテージでもあるんですが、ヴィンテージ出てくると結構程度悪かったり、そのサイズ感本当難しいのが多いので、この辺ラルフでっていうのはかなり賢いかなと思います。でこちらの方に、赤でポニー入っていて、で袖は、ゴムじゃなくてそのスナップで留めるタイプですね。サイズ表記 S 表記ですが、まあ、ラルフのこの辺は僕も S 表記でも着れるぐらいのサイズ感だと思います。こちらの方でお値段が6800円に消費になってます。続いてリーバイスの G ジャン、パッチがこちらになってます。でっかいパッチの方で、サイズ表記 M 表記になってますね。内側のこちらですね、こちらに紙タグついてて、で、まあ、しっかりアメリカ製ですね。こちらに M 表記あります。ちょっと残念なのが、この赤タブだけちょっと切られちゃってるんですよ。まあ、ただそのブラックのこのタイプの G ジャンかなり人気あるので、まあ持っといて使えると思います。まあ、襟の方少しブリーチが飛んでるところはあります。まあただ大きい感じではないので、そこまで気にせず着れるんじゃないかなと思います。この辺作りが大きいので、M 表記で僕も全然着れるぐらいのサイズ感ですね。これだけ濃いブラック、あんまり入ってこないですね。いいと思います。こちらの方でお値段12,800円に消費されてます。続いて、こちらナイロンのジャケットなんですが、ブランドがコロンビアのタグがついていて、サイズ M 表記になってます。まあ、ダックハンターのカモ柄、まあ、タグが内側についてたってことは、いわゆるリバーシブルのタイプになるんですが、まあ、こういう感じですね。まあ、ただ、まあ、ダックハンターなんで、この鴨柄を、表にして着る方がいいかなと思います。なんか作りが変わってて面白いかなと思います。程度としてなんですけど、ちょっとこちらの方ですね、少し生地が破けちゃってるところがあります。また着用にはそこまで問題はないかなと思いますね。ジッパーも生きてます。サイズ表記 M 表記でしたが、ちょっと丈が短いですね。僕が少しぴったりするぐらいサイズ感だと思います。こちらの方でお値段が7800円に消費になってます。続いて太胸コーデュロイのボアパーカーですね。タグがこちらのタグがついてますね。サイズ表記はちょっとない状態ですが、まあ、サイズ表記でいうと M ぐらいのサイズ感ですかね。ちょっと幅がそんなに大きくはないですね。でまあ、太胸で、まあ、ボアのパーカーですね。本当、まあ、コーデュロの状態自体は、まあ、洗いかかってる状態ではありますが、決して悪くはないと思います。まあ、サイズ感が M ぐらいって伝えたんですが、まあ、僕がちょっと本当ぴったりするぐらいのサイズ感だと思いますね。こちらの方でお値段が9800円に消費になってます。続いてギャバジンのジャケットですね。こちらいいタグついてますね。ブレントのタグついてて、サイズ表記はこちらの方になってます。サイズ表記がこちら40表記ですね。ちょっと 見えづらいですかね。でグレーのボディでかなり綺麗な状態です。特にダメージとか汚れもほぼない状態になってますね。でサイズ表記40で、僕がちょうど T シャツとか1枚で着れるぐらいのサイズ感だと思います。こちらの方でお値段が12,800円に消費されてます。続いてバッグのご紹介ですね。こちらミリタリーのバッグなんですけど、こちらにパッチがついてますね。 US ネイビーのパッチになってます。で中側の方はちょっとタグとかは見当たらなかったんですが、かなり大きいサイズで使えそうですね。でジッパーが古いジッパー使ってていいですね。こちらのジッパーで、こちらこの字止めになってますね。ちゃんと古いやつですね。でサイズ感で言うと、僕が持ってこれぐらいの感じです。結構大きめですね。本当いいと思います。で底の方とかも、まあ、少し擦れちゃってる部分は多々あるんですが、ひどいダメージっていうのは特にないので、まだまだ使えるもんだと思いますね。
ちらの方でお値段が9800円に消費になってます。デニムのエプロンの紹介ですね。こちらが、まあ、耳がついてて古いデニムですね。まあこんな感じです。まあ、何かと使えるんじゃないですかね。この辺やっぱ人気もあるのでかなりいいと思います。色も濃いですしいいですね。こちらの方でお値段が7800円に消費になってます。続いてヘルメットバッグのご紹介ですね。こちらが中側の方にタグがついてて、こちらですね、89年のものになってます。比較的年代が新しいものではあるんですが、まあ、中の方とかもかなり綺麗な状態です。ちょっと映りづらいかもしれないですけどすいません。僕が持ってこれぐらいのサイズ感ですね。これかなり使えますね。まあ、程度としても、まあ、少し汚れとかはあるんですが、まあ、特にひどいダメージはこちらも見られないのでまだまだ使えそうですね。こちらの方でお値段が7800円に消費されてます。続いてパンツですね。こちらはベイカーパンツ、タグがこちらについていて、サイズ表記30ニックの表記ですね。で、嬉しいのがそのアジャスターがついているので古いタイプのベイカーですね。まあ、こちらもボタンフライで、まあ、程度としては、まあ、洗いかかってますけど、まあ、特にひどいダメージなくっていう状態です。ちょっと裾部分少しなんか赤い汚れがうっすらあるんですがあんまり目立たないですね。状態としては全然問題ないと思います。現状で実寸が、3028になってます。まあ、僕もいいサイズで履けそうです。この辺股上が深いんでちょっとレングス短めでっていうのもありだと思いますね。こちらの方のお値段7800円に消費税になってます。続いてこちらミリタリーのチノパンですね。こちらは、タグの方がこちらの方についていて、サイズ表記が3033の表記になってます。ジッパーのタイプになっていて、こちらのジップ使われてますね。こちらも程度は決して悪くないです。むしろいいですね。ちょっとまだ生地張りがあってっていう状態です。裏面もこんな感じで特に汚れとかはないですね。実寸で、ウエスト30の33、その表記通りですね。僕ちょっとレングスは長いですが、この辺こそその丈上げとかしちゃってもそんなに気にならないかなと思います。こちらでお値段7800円に消費されてます。続いて501のホワイトですね。パッチ表記がこちらになってます。ウエスト33のレングスが30になってますね。まあ、ホワイトの501かなりやっぱり綺麗なもの厳選して買ってきてるのでそんなひどい汚れとか特にないですね。うっすらですがこちら気持ちよく見るとなんですけどちょっと汚れがあるんですが、まだほぼ目立たないと思います。実寸で、ウエスト32のレングス29、どちらも1インチずつ縮んでるっていう状態ですね。だから僕もいい感じで履けるぐらいのサイズ感になってます。この辺使えますね。お値段が7800円に消費されてます。続いてケミカルウォッシュの501、ウエストが31のレングス3、これ34表記だと思います。程度としてかなりいい状態だと思います。まあ、もちろん裾もオリジナルですし、またとかも問題ないですね。特にひどい汚れもあまりないかなと思います。こちらで、実寸がウエスト30のレングス34、ウエストだけ1インチ縮んでるという状態ですね。僕だとちょっとさすがに長いです。なのでロールアップとかしても全然いいかなと思います。こちらの方でお値段7800円に消費されてます。続いてこちらめちゃめちゃいいです、519のデッドストック、こちらですね。品番も519で、サイズは3031の表記になってますね。で、まあ、もちろんフラッシャーもついている状態でもうピンピンです。まあ、もちろん白タグもちゃんとついてます。この色結構珍しいと思うんですよね。でジッパーはタロンのジップの方ですね。古い方のやつです。もう特に何も言うことないかなっていうぐらいのものです。本当に色味が珍しくてかなりいいです。ウエスト303、30でレングス31なので、まあ洗って乾燥機だとちょっと縮むかなと思います。まあ、でウエストは全然このままの状態でも履くことはできるので、まあ少しその洗いかけた後でちょっとなんか伸ばしてあげてって感じですね。めちゃめちゃおすすめです。
こちら519のデッドストック、こちらで15,800円に消費税になってます、ヴィンテージのリーバイスのトボタン銅でジッパー4にいたのですね。505の、こちらがシングルステッチですね。赤タブはスモールイです。66,900円の年代ですね。パッチは一応ついてはいるんですが、サイズ表記がすみません、ちょっと読めない状態になっちゃってますね。で程度としてなんですけど、ちょっと難ありなんですよね。またもうこういう状態になっちゃってて、リペアもあんま上手じゃないリペアになってるので、この辺はちょっと買われた方がそのリペアし直した方が絶対にいいと思います。裾に関してはオリジナルのレングスになっていますが、耳なしのタイプで、ちょっと多少のすれはありますね。こういう感じです。縦打ちがすごい綺麗に入ってます、で後ろはバックポケット、こちらの方も少しダメージが来てますね。バックポケットとしてはそこまで気になる方は少ないとは思うんですが、まあ、裏面に関しては特にひどいダメージとかはあんまりないかなと思います。でサイズが、ウエスト実寸が38インチのレングスが32インチになってます。結構大きいですね。僕も全然もう普通にもちょっと履けないぐらいの感じではあるんですが、まあね、この辺サイズハマる方はかなりお買い得です。こちらでお値段が19,800円に消費されてます。続いてこちら古い年代のウールのジャケットですね。まあコートって言っちゃってもいいのかな、まあなんかそのマッキーノっぽい感じですね。タグもいい感じの古いタグついてますね。赤黒のブロックチェックで幅がすごいあります。この辺やっぱ大きいの少ないと思うので、こういった大きいサイズかなり希少かなと思います。でそのボタンがちょっとこちら3番目ですね、3番目のボタンだけ1つ変わってます。またそれ以外の程度としては、特にボディ自体はそんなひどいダメージ見られないですね、サイズがかなり大きいので、だいたいもう44とか46ぐらいあるんじゃないですかね。僕も大きめに着れるぐらいのサイズ感です。このかなり珍しいですね、こういうサイズ感は。こちらの方でお値段が29,800円に消費されてます。こちらミリタリーの 55J14、 タグがこちらについてますね。で7823G1 って言ったら普通7823っていうのを連想すると思うんですが、それの1個古いタイプですね。でジッパーがこちらのジッパーになってるので、でまあこの字もついてないっていうところで、まあ、50年代入ってるぐらいの年代かなと思います。でサイズ表記がちょっと見づらいかもしれないですけど、こちらの方に38っていうサイズついてますね、でちょっと程度としてなんですけど、そのリブの方が少しダメージが来てます。またオリジナルのリブではあると思うので、この辺はかなりいいです。腰リブに関しても少し穴が開いてるところとか多少あるんですが、この辺はまあ古着慣れしてる方であればとは思います。サイズ表記38で、僕はちょっと正直ぴったりしちゃいます、で僕よりも細身な方とか小柄な方、全然この辺サイズいけると思うのでおすすめですね。こちらの方でお値段が59,800円に収納されてます。本日の商品紹介は以上になります。こちらジャケットと本の通常版の本ですね、こちらの方もウェブストアの方で販売しておりますので、そちらの方もチェックしてみてください。よろしくお願いします。